金目窓か。あなたは自分の人生が尊いと思う。家族や友達を大切にしてる。私は大切だよ。もしそれが本当なら、今とは違う自分になろうだなんて絶対に思わないことに。さもなければ全てを失うことになる。僕は君たちの願い事を何でも一つ叶えてあげる。希望を祈ればそれと同じ分だけの絶望がまき散らされる。そうやって差し引きをゼロにして、あなたは永遠に戦い続けることになるのだ。そうなればきっとあなたはあなたという個体を保てなくなる。あなたたちのために死ねっていうの。命と引き換えにしてでも叶えたい望みって、それが見つからない私たちってその程度の不幸しか知らないってことじゃん。そう、幸せバカ。もしもあなたたちがこの星に来てなかったら。君たちは今でも裸で洞穴に住んでたんじゃないかな。三木沙耶香が一生費やして介護しても、あの少年が再び演奏できるようになる日は来なかった。奇跡はね、本当なら人の命でさえ贖えるものじゃないのよ。それを売って歩いているのがあいつ。